はい、ということで、こんばんは。こんばんは。さあ、今日も、はい、料理トーマンをやりたいと思います。頑張りまーす。どういうテンションなの？収益一発だから。あ、謙虚ってこと？初めてだから。やっぱギャグ一発いいところ。お、はい。ギャグ。新年一発目のギャグ、お願いします。布団が吹っ飛んだ。はい、OK です。じゃあ、まず具材紹介から。長ネギ、人参、白菜。それわかんないけど。えのき、で、肉。で、これ見ればわかると思う。すき焼き。今回は。新年一発目のお料理は、すき焼きですか？イェーイ。ちょっとあの、うん、楽しみ、めちゃくちゃ。はい。で、はい、まあ、ただ普通にすき焼き作って、食べるのもう俺揚げたんですね。飽きた。普通のすき焼きは飽きたんで、はいはい、今回ちょっと変わった作り方をしようと思って、まあ一般的な作り方としては、まあ具材を焼いて、で、すき焼きのタレを入れて煮て、それを卵につけて食べるじゃないですか。今回はすき焼きのタレと卵をチェンジします。ん？すき焼きのタレを卵で煮込むようにして、出来上がったものをすき焼きのタレにつけて食べます。それ巨大卵焼きできて終わりだって。お湯でね、マシンだから、この、あの丸々卵で煮るんじゃなくて、そうすると固まっちゃうから、なのでちょっとお湯で。それうまいか？最高にまずいものできそうな気がするんだけど。まあそんな感じでちょっとやっていきましょう。だって野菜たちは味しみるからいいんじゃないね？え？見てて怖い。あ、身がなくなる。身がなくなります。いやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なくなりそうだもん、それ。なくなんないって。いや、放送もう見入ってるって。見入ってるって。ネギ豚洗うんか。それでいいんだ。おお、その洗い方はちょっとまずいって。それはまずい。だ、すき焼きには白菜も欠かせないよな。分かんないけど、何どうしていいか分かんねえよ。真ん中半分に切って、こういうこと。違う、バカよ。ここでいい？いいよ。わ、普通のすき焼きじゃなくなるからな、これ。普通にすき焼きにして食ってきてよ、こんなの。うわ、怖っ。怖っ。ちょ、これ、ちょ、ババババババ、うわっ。お湯を投入。いや、本当に？いいよ。オッケーオッケー。いや、本当に？いや、どうぞ。いいよ。全然よく見えないけど。そう。いや、もったいねえ、マジで。お前、バカじゃないの、本当に。これを本気で考案してきたんだけど、本当にバカよ。さあ、ということで、できました。すっげえ臭えけど。なかなかいい匂いだよ。いや、ちょっと、オープンしてみますか。オープン。これが逆すき焼きです。わーお。なにこれ。え、なにこれ。すき焼き全然美味しくなさそうなんだけど。本気。これをすき焼きのタレにつけて食べると。とりあえず何から食べます？お肉からいくか。お肉。いや、なんだあの子、美味しくなさそうなこの感じ。もうちゃんと卵でほら閉じてるから、ほら、やっぱこのまろやか。これを濃いすき焼きのタレに食べつけて食べるんです。そう、これが逆すき焼き。これが逆すき焼きです。逆すき、いや、もともとありましたみたいな言い方してこれが逆すき焼き。え、豆腐も食べたい。豆腐もいいよ。じゃあ食べよう。贅沢に肉いくから、このまんま、はい、いただきます。
どうでしょう。よ、うまい。うまい、うまいでしょ。うまい。うまい。うまい。いや、うまい。うまい。普通にうまい。なんだ。じゃあこれ肉だからの可能性ある。ああ、まあまあまあ確かにね。肉がいいから。これなんそれはえのきですね。えのきじゃあお願いします。うわ、いい音と味。いや、うまい、うまい。なんかそのすき焼きのタレのしょっぱさとかっていうのはあんまりしょっぱくない感じない。いや、なんか食えよ。ちゃんと肉で卵でどうしようからね。たまには高い肉なだ。これちゃんとすき焼きのタレつけていただきます。うまい。だからなんか結局タレが美味しいから美味しく感じちゃうんだ。タレの濃さが強いね。うん、でもやっぱちゃんとすき焼きにはなってる。そう、口の中では遠回りだったけど、うん、すき焼きになってる。うん、他の具材も最初でも若干卵の感じはあるよ、うん、食べた時に。で茶碗蒸しなんよ結果として。茶碗蒸しだね。でも口の中ではすき焼きになってる。これ普通のすき焼きの方うまいな。いや、まあ、まあ、いや、うん。じゃ、これは失敗？まあ、失敗だろうね。まあ、普通に食べましょうということですよ。すき焼きは。あ、でも、いや、まずくはないよ。まずくないです。でも、わざわざこれを作る意味はない。ないね。茶碗蒸しをすき焼きのタレにつけて食ったみたいな感じです。うん。それ多分一番わかりやすいね。ではまた。